皆さんおはようございます。自分の本心を大切にしませんか？ピンチがチャンスです。神様からいただいたその本心ですもんね。ひらめきですもんね。困った時ほどチャンスです。だから本当に魂の成長できる時やと思います。昨日私水俣病の試写会に行ってきました。そこでいろいろなことを感じたんですよ。この間雅子さんのお父さん、おじい様が江藤豊さんが亡くなったということの報道があったそうですが、その時に父と源の保証に尽力を尽くした人でいうことを報道の方が一応報じられてらしたらしいんです。だけどもこれってそうじゃないですよね。だからやっぱりこうなんか美化するとかいうのもやっぱりいい加減にしてもらいたいなって思ったんです。の窒素源のそもそもの本当に原因っていうので、その窒素の会社の方は源病になるということを分かっていながら、海に汚水性を流したんですよね。福島も今そんな問題がありますよね。また第二の源病が起きるの、もう分かりきったことですよね。しかも、保証はしないというような、ね、保証をしないじゃなくて、値切ったり、50年も裁判を続いていながら、和解をさしたり、わずかなお金で、とことん保証に応じないで、行き着くところは和解で収めて、そういうなんか卑怯なやり方ですよね。しかも、医師会の方に言って、その基準値を下げて、基準値を下げるということは、被害者を、患者を下げるということと、保証金を下がるということですよね。支払う補助金が下がるということですよね。それ、福島県も同じことしてますよね。こういうことを、同じことの繰り返しをするっていうことは、やっぱりもうやめた方がいいと思います。しかも、豊さん、どうしちゃったかというとですね、患者さんを侮辱するような言葉を言われたんです。死んだ魚を食べる小じきが、金せびりに来たなとか、腐った魚を食べるから汚い病気にかかると、うつるから近づくなとか、株主総会で、その、まあ、ジャーナリストの働きかけもあったんですけれども、株主総会でないと社長は出てこないというので、その株主の患者さんたちが、その、皆さん、行かれたわけなんですけれども、黙れ、貧乏人がって、庶民が何を言うかと言われたんですね。でも、それって、後藤田さんっていう当時の長官が、ガードマンのたくさん寄せてその暴動を、患者さんをこう暴力でもって抑えている姿、あるいはやりすぎだっていうことを、窒素の総会の会社で、そういうことをやることはやりすぎだと。後藤田さんは安倍さんが総理になると大変な、日本は潰れると言った方ですよね。そしてそれなのに、豊さんは全て良かったというような会見をなさったということも聞いております。まあ本当にこういうふうなことに対して、これからも二次災害、災害災害と起こる、そのことに対してどうして言論を封鎖して弾圧して、政府が、国が、行政や都道府県の行政たちを抑えていくのかなって、もう本当になんかこう無知なのは国民だけじゃないかなって思います。どうぞ皆さん、本心を言っていかなければ、この日本の国が守れなくなります。今日、酒井康夫弁護士に対する、籠池康則が、告訴しましたことの裁判が10回だと思いますけど、大阪地裁で10065室1時半からございます。もし
ご都合のよろしい方であったら傍聴していただけませんでしょうか。よろしくお願いします。お父さん参りますのでよろしくお願いいたします。弱い人の立場、そして泣き寝入りしている立場の人の代弁をできる私になりたいです。しっかりと祈って神様から使命をいただいた私は、多くの方々の困っている方々に少しでも寄り添ってお力になりたいなっていうのは私のこれからの人生の目標です。今日も一日良いことがありますよ。最後にもう一度言います。本心を大切に生きてください。さよなら。あ、それから源病の映画の最後の方に上皇様、時の平成天皇陛下ご皇太子殿下じゃなくて、天皇陛下皇后様がですね、窒素の患者の方にお話をお聞きしたいということで躊躇されましたが、本心を言おうとその方勇気を振るって天皇陛下皇后陛下様に、窒素で今なお苦しんでおられる方々のことをお話しなさいました。そのこともとっても感動的でした。政子妃殿下のが公明党創価学会であることも私はちょっとショックです。おじい様の窒素の会社も創価学会というのもショックです。こういうことが熱海の土森の事件、そして森友学園の公明党創価学会のアスベストがありながら契約をさせて、そして被害者である主人を加害者にし、犯人にして判決を下ろすというこの違法な司法の腐敗、それから窒素のこの映画を6時間見まして、ああ同じことを全国でいろんな事件を通して泣き寝入りして口封じをされて、そして冤罪にされて泣いてらっしゃる方々がたくさんいられるんだなということを本当に確信しました。純子、頑張ります。ありがとうございました。